저 아래 미남 해수가 돌 수그레 먹어서 마치 주사마구 저저 삼바 저저 삼바 지구자구 삼바 지구자구 삼바 아이츠 놀라서네 참다 뭐 하지 모래 터치 만나러 모르히 터추리 키리키리 마리사 다시 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 키크앤드 다시 이츠카 히베루자 이란 마슈 メイワFCは5路を奪われた彼をどうしても返さなきゃならないんだ。メイワFC戦までには必ず足を直して駆けつけてみせる。だから頼む翼。よし、それまでは絶対立ち抜いてみせるよ。約束だ。頼んだぞ翼。うん、若林くん、約束は守るよ。ああ翼、何ぼんやりしてんだ。もうすぐ東京駅だぜ。うんうん。 あそこが全国大会の決戦場だ。あそこか。俺は去年も来たけどやっぱり興奮するな。俺もだ。絶対に優勝するぞ。開幕全国大会。 開会式は明日だ。 宿舎に着いたら早速練習だぞ。キャー、厳しい。こら、こんなところで何やってんだ。はあ、待てこら。なんだあいつら。やめっけ。こら、ったく東京の駅はうるさいぜ。 そっくりだぜ。本当だ。あいつら双子なんだ。カズオ、マサオ、いつまで寄ってんだよ。監督が置いていくって言ってるぞ。カズオ、ラストパスだ。お前らも全国大会に出るのか。そうだけど、俺は秋田県代表の花輪サッカー少年団の橘マサオ。あっちにいるのはカズオだ。よろしくな。 このガキ。変なやつ。連中の素早い動きを見たろ。大会には彼らのような選手が大勢集まってくるんだ。油断は禁物だぞ。ヒューガ君やミスリ君だけじゃない。全国にはすごい選手がまだまだいっぱいいるんだ。油断できないぞ。 ほっとした。ずっと我慢してたもんな。あら、翼もう着替えたのか。早いな。グランドエース先に行ってるからね。ふっ、えっ、はっ。あいついつだってボールを離さないんだもんな。石崎くん、まだ着替えてないの？
お前が一番練習に精出さなきゃいけない立場なんだぜ。いつまでも補欠でいたくなかったら早く着替えてこいよ、石崎。さあ行こう行こう。おい、うん、おい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 、ちょっと待ってくれよ。あらら、ない、ない、あー、ない、俺のユニフォームがない。なんで、どうして。石崎、うん、あ、俺のユニフォーム。お前がなかなかトイレから帰ってこないからちょっといたずらさせてもらったんだ。お前ら。おい、早く着替えろよ、俺たち先に行ってるからさ。キさすが広いな。うちのチームはどこで練習してんのかな。なんでこんなところに壁があんだよ。君、ちゃんと前見てあるかな。あかんで、もうちょいで踏みつぶすとこやったやないかいな。はい、ごめんなさい。素直でよろしい。あれ、あ、なんであいつ、あれでも小学生か。おい石崎、こっちだ。何してる、遅いぞ。はっはぁ、何だ。よし、ちょっそんなにでっかいやつが本当にいたのか。でかいなんてもんじゃないよ、まるで壁だったよ。でもあいつ多分補欠だな。どうして。だってでかすぎて動きが鈍そうだったもん。けどキーパーかもしれないよ。体が壁みたいならそれだけボールが止めやすいってことだからね。ああ、そう言われればそうかもしれないよな。はみさき、やっぱりみさきだ。みんな、みさき、お前も全国大会に出るのか。うん、じゃあ富良野も出るんだね。ああ、お前がいなくなった分みんなで補い合って、なんとかここまで来たよ。そうか、よくやったな。よ、紹介しろよ。うん、僕が前にいた北海道の富良野小サッカー部のチームメイトなんだ。へえ、北海道から来たの。俺たちは静岡代表の南葛 SC だよ、よろしくな。南葛 SC？ あの優勝候補の。うん、まあな。美咲、すごいチームにいるんだな。敵味方になったけど、お互いに頑張ろうよ。ああ、俺たちだって負けないからな。俺たちまだランニングが残ってるから、また後で。うん、行くぞ。バスケ、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 バスケ。さすが美咲くん、顔が広いんだね。あのキャプテンの松山くんはすごい素質があるんだ。それにチームワークもいいから、かなり手強い相手だよ。へえ。ん？ん？くそ、金入れたのに出てこないじゃねえか。あ、そこのサッカー少年。なんだあのおっさん。酔ってるみたいだぜ。ちょっとボールを貸してくれんか。何、じきに返すからな。何するつもりだ。ここの自動販売機はサッカーボールが好きなんだ。ありがとうよ。うめえ。すごい、すごいキック力だ。どこかの選手かな。見たことないぜあんなおっさん。まぐれだよきっと。
いよいよ今日は開会式か。あ、監督、テレビでやらないんですか？開会式はやらんな。ひ、なんだ。おい、石崎、お前その顔でテレビに出たかったのか？何言ってんだ、これでもカメラ映りはいいんだぞ。テレビ中継は決勝トーナメントになればあるはずだ。本当ですか？俺頑張るぞ。なんだ、お前だって出たいんじゃないか。まだ。ただし予選リーグを勝ち抜かなきゃ決勝トーナメントに出場できないんだぞ。予選なんて楽勝ですよ。いや、舐めてかかれないぜ。今日の抽選で相手が決まるんだからな。その通りだ。いきなり手強い相手に当たる可能性もあるんだ。おお、いけない。え、監督、どうしたんですか？肝心なことを忘れてた。選手宣誓を若林がやることになってたんだ。若林が？いや、若林は去年の優勝チームのキャプテンだったから大会本部から指名されていたんだよ。で、どうするんです？悪い、翼、お前が代わりにやってくれ。俺が？あれ、石崎くんがいないよ。あいつまたトイレだよ。またここへ来てから3回目じゃないか。ただの開会式なのにあいつ一人で緊張してんだよ。まったく嫌になっちゃうな。あ？あの子、静岡の決勝戦の時にいた弥生って子だ。かわいいな。あいだ。はい。あー、また。でか、ごめんなさい。あ、ちょっと待て。なあ、追いかけてきた。助けて。助けてくれ。石崎くん、どうしたんだい？あいつ、できる。なんだよ、謝ったじゃないかよ。あんたら南葛 SC やろ？そうだけど。若林が出へんちゅうのはほんまか？うん。それをそいつに聞きたかっただけや。なんだ。でもそんなこと聞いてどうするの？この大会のナンバーワンキーパーはわししかおらんってことを確かめたかったんや。ほな、さいなら。あいつか、昨日見たでかいのって。ああ、言った通りだろ。翼の言った通り、やっぱりキーパーだったな。うん、あんなでっかいのがキーパーじゃ嫌になっちゃうな。ああ、またおしっこだ。ああ、そうだ、さっき弥生って子を見かけたよ。あのミスニージュンってやつと一緒だったぜ。翼くーん。あ、翼くーん。しばらく、翼くん。うん、久しぶりだね。元気だった？ええ、翼くんに紹介するわ。うちのキャプテン、ミスギジュンくん。よろしく。君と対戦できるの楽しみにしてるよ。こっちこそ。かわいいな、弥生ちゃんって。道を開けろ。全国大会。翼！は？あ、お母さんとロベルトだ。聞いたわよ。選手宣誓をやるんでしょ？笑われないようにしっかりやりなさいよ。ママさん、翼なら心配ないですよ。あの子緊張してないかしら？大丈夫。翼は大きな舞台ほど自分の底力を発揮できるんです。
僕の言った通りでしょ。翼は大きな舞台に強いんですよ。これより組み合わせ抽選会に入ります。さあ順番にくじを引いて。1組の A です。南葛 SC 予選ブロック1組 A。 翼なかなかいいじゃないか。1の A なんてさ、ほんと幸先いいぜ。目は FC 1組 B。 なんだって、俺たちの第一戦が目は FC？この足の怪我さえなきゃ。でもどうして、どうして第一戦で明和と当たっちまうんだ。日向小次郎と対決するのはこの俺のはずだったんだ。くそ。若林のいねえ南葛なんて相手じゃねえ。勝つのは俺たちだ。小次郎、そろそろ時間だぞ。はい。行く前に言っとくが、大空翼ってやつだけは侮るな。あの選手宣誓をしたやつですか。そうだ、練習をしてるのを見たが、ただものじゃねえ。わかりました。まあ勝負は勝つことだ。勝てば誰も文句は言わんのじゃからな。分かったら行け。わしはもう一杯こいつをやってから行く。じゃあ行きます、監督。ああ。グランド整備が終わりました。各チーム練習を始めてください。大事な一戦だ、みんな気合を入れていけよ。ああ。よし、じゃあシュート練習だ。キセギ、行きます。行くぞ。ナイスシュートだ。よし、次行きます。行きます。行きます。それ、翼、若林君、第一戦で迷惑当たっちゃったけど、若林君の代わりにこの俺が点を取って絶対に勝ってみせるよ。いい雰囲気だぞ。よし、次行きます。いや、さすが優勝候補だけあって、南葛はいい動きをしてますな。ええ、今日の対明和戦が楽しみですよ。うん、どうしました。観客の動きを見てくださいよ。南葛と明和だってよ。本当かよ。見ましょう、見ましょう。すごい人だぞ。なんだ一体。他のコートには人はそんなにないぜ。みんなこのコートに集まってるんだ。こんなこと大会始まって以来初めてですよ。本当にすごい人ね。この試合にどういう意味があるのかみんなよく知ってるんですよ。南葛対明和は事実上の決勝戦になるってもっぱらの噂でしたからね。ミサキ、頑張れよ。俺たちが応援してるからな。あ、ありがとう。あ、テレビも来てる。静岡の局がみんなの試合を中継するらしいぞ。俺、張り切っちゃうもんね。
これだけ注目されてるんだ。頑張らなきゃ。名和のやつらようやくご登場か。久しぶりだな、南葛。お前が大空翼か。昨日の選手宣誓は見事だったぜ。ありがとう。俺もここで宣誓をやってもいいかな。え、なんだ。みんなよく聞け。名和FCキャプテン日向小次郎はここに宣言する。全国大会の優勝は名和FCだ。だから当然この試合も俺たちが勝つ。なんだと。ヒューガ小次郎との宿命の対決だ。試合開始早々激しい攻めを見せる小次郎。さすがに優勝宣言しただけのことはある。だがその名和 FC に先取点ゴールを決めたのは俺たちだ。次回キャプテン翼宿命の対決、翼対小次郎、キックオフ。Thank you.